2019-2020ISU グランプリファイナル及び 2019-2020ISU ジュニアグランプリファイナルは2019年にイタリアで開催されたフィギュアスケートの国際競技会。2019-2020ISU グランプリシリーズの決勝大会及びジュニアクラスの 2019-2020ISU ジュニアグランプリシリーズの決勝大会。 2019、2020ISU グランプリファイナル、2019、2020ISU ジュニアグランプリファイナルは、それぞれ2019から2020年シーズンの ISU グランプリファイナル、ISU ジュニアグランプリファイナルで、2019、2020ISU グランプリシリーズ及び2019、2020ISU ジュニアグランプリシリーズの決勝大会である。 シニア及びジュニアクラスの男女シングル、ペア、アイスダンス競技が2019年12月5日から8日にかけてイタリアトリノのパラベラで行われた。成績上位6名が出場する。男子シングル女子、シングルペアアイスダンス男子シングル女子、シングルペアアイスダンス入賞者にはそれぞれ一家の賞金が与えられる。競技後のエキシビションには、 競技用とは異なる適切な小ナンバーで参加しなければならない。違反した場合は、グランプリファイナル出場選手は、賞金から5000メルが差し引かれるとされる。ありがとうございます。